九代目土橋帝、竜馬3月3日から1968年12月5日は東京の落語家。本名、黒柳吉之助。出林は戸林。1912年、最晩年の四代目立花屋、縁高氏に入門。高松と名乗るが入門から半年後に首相縁協が亡くなったため、活動写真の弁士になる。浅草帝国館で、 黒沢松生という弁士に入門するが、これも半年ほどで長続きしなかった。四代目立花や円蔵門下で落語家に復帰、ちょうど菊のシーズンだったので、菊蔵と名乗る。1916年、稲倉で二つ目昇進。翌年頃六代目金原亭馬生門下で四代目、金原亭は吉見と改名。だが、師匠馬生の妹と関係してしまい、 北海道に逃げ放管に転校。1919年3月に八代目入選帝、大木橋門下で小井之助を名乗る。1921年11月に東西落語会で浮世戸平と改名し、新内昇進。1923年関東大震災発生。当時東京の落語家は仕事が激減、戸平は下屋で放管と兼業になる。また、 本性を黒柳から黒柳に変える。1924年頃、八代目、桂文治門下に移り、桂文都を名乗る。1928年3月、桂文都に改名。この文都時代が最も安定していたと言われている。1946年、日本芸術協会に加入。二代目、桂ツ古文治の門で、桂文一となる。 1948年、5代目古今帝、今助の圧戦で、引退していた8代目土橋リウ馬から佐藤馬の病席を譲られ、9代目土橋リウ馬を襲名する。1963年頃に、糖尿病による視力の低下で、寄せの出演を引退。ありがとうございます。